ウィリアム・シルベスター・テイラーは19世紀末はアメリカ合衆国の政治家、弁護士であり、第33代ケンタッキー州知事になった。1899年に行われた州知事選挙で当初テイラーが当選と宣言されたが、ケンタッキー州議会が選挙結果を覆す判断をして対抗馬の民主党員、ウィリアム・ゴーベルが知事になったので、 テイラーはわずか50日間の州知事となった。テイラーはあまり教育を受けていなかったが、政治的に洞察力のある弁護士となり、出身地のバトラー軍で役人になることで政界の階段を上り始めた。民主党の強いケンタッキー州にあって、共和党員という判理はあったが、民主党の分裂に乗じて、ケンタッキー州では、初の州知事となったウィリアム・オブラッドリーと共に、テイラーも、 検事総長に当選した。その4年後には、ブラッドリーの後を継いで州知事になった。州議会が選挙結果を覆すと、激怒した共和党員が武装し、州都フランクフォートに集まった。対抗場の民主党員、ウィリアム・ゴーベルが暗殺された。それでもゴーベルはその死の床で知事に先制就任した。テイラーは知事に関して、ゴーベルの副知事候補。 J.C.W. ベッカムとの法廷闘争で資材を使い果たした。テイラーは訴訟に敗れ、さらにゴーベル暗殺への関与を問われた。テイラーは隣のインディアナ州に逃亡し、その後すべての悪事についても恩赦を与えられたものの、ケンタッキー州に戻ることはほとんどなかった。1928年にインディアナポリスで死去した。 ウィリアム・シルベスター・テイラーは1853年10月10日に、ケンタッキー州モーガンタウンから約5マイルのグリーン川沿いにあったマルタ小屋で生まれた。父はシルベスター・テイラー、母はメアリー・ジーであり、その最初の子供だった。幼い頃は家の農園で働き、学校へも行かなかった。15歳になってバトラー軍の公立学校に通い、家でも勉強した。 1874年、教師をはじめ、専門は、数学、歴史、政治だった。教師は1882年まで勤め、その後弁護士になって成功したが、農園の運営は続けた。1878年2月10日、サラ・サリー・ベルタナーと結婚した。この夫婦には9人の子供が生まれ、このうち6人の娘と1人の息子が成人した。テイラーの性歴は、 バトラー軍の事務官に立候補して落選した1878年に始まった。1880年、グリーンバック党大統領候補、ジェームズ・ウィーバーの選挙に運補になった。その2年後にバトラー軍の事務官に選ばれた。バトラー軍の歴史の中で民主党員に挑戦してこの地位を得た最初のものになった。1884年、テイラーは共和党員になった。 1886年、ケンタッキー州第3選挙区を代表して、共和党州中央委員会の委員に選出された。同年、共和党は、軍の役人すべてに候補者を指名し、テイラーは、軍判事の候補になった。その後の選挙で、共和党は、全員の当選を果たした。1888年、共和党全国大会では、テイラーが、州の大議員として出席した。 1890年には、軍藩時に再選された。1895年、テイラーは、州検事総長に選出され、これを1899年まで務めた。その任期の間に、州上院議員、ウィリアム・ゴーベルが、新しい選挙法を提案した。これは、州選挙管理委員会を創設し、全軍の選挙管理官を指名し、 選挙結果すべてを認証する権限を付与するものだった。州選挙管理委員は衆議会が指名し、その中の党派的な構成について制約はなかった。この法はゴーベルによる権力掌握の手段というのが一般の味方であり、州レベルの選挙で民主党の勝利を確実にするように仕組まれ、その中にはゴーベル自身の州知事立候補も入っていた。この法案は、 議会で成立したが、時の共和党知事ブラッドリーが拒否権を使った。議会は即座にその拒否権も覆した。検事総長だったテイラーはこの法案が違憲であると主張した。しかし、ケンタッキー州高祖裁判所はその方が合憲であると判断した。1895年に州知事に選ばれたブラッドリーはケンタッキー州の歴史で、 初めて共和党員として選ばれたものだった。1850年代にホイック党が調落して以来知事を独占してきた民主党はこれに起こり失ったものを取り戻そうとしたが党内の分裂によって紛糾した党大会でウィリアム・ゴーベルを党の公認候補に選んだ。民主党の中で一つの派閥が別の指名大会を開催し元州知事ジョン・ワイ・ブラウンを候補に選んだ。 共和党の方も当初は民主党と同じくらい分裂していた。アメリカ合衆国上院議員のウィリアム・ジェデボーはテイラーを知事候補に押した。ブラッドリー知事はホプキンス軍のクリフトン・ジェイ・プラット・ハンジを押した。ケンタッキー州中部の共和党員は州監査官サムエイチ・ストーンを押した。テイラーは強力な政治マシーンを作ることができ、候補指名を得る可能性が強いと見られていた。 ブラッドリーは、党がその候補者の背後にまとまらないことを起こり、大会をボイコットした。テイラーが、ブラッドリーの老いであるエドウィン・ピー・モローを、州務長官に指名すると約束することで、ブラッドリーを党大会に戻ってきさせようと申したが、うまくいかなかった。テイラーは、州の西部を代表していたので、 いわゆる党内のユリの白人派を代表すると考えられていたので、黒人指導者たちもテイラーを支持しないと脅した。テイラーは黒人指導者の一人を高級的な秘書官とし、もし知事に当選した場合には、黒人指導者を入閣させると約束することで、党を一つにまとめようとした。テイラーの指名が有力になると、他の候補者が撤退し、党大会ではテイラーが全会一致で、 候補者に指名された。選挙運動中、テイラーの敵対者は、共和党の支持が、国人有権者のものであることと、ルイビルナッシュビル鉄道など大企業と結びついていることを、挙げて攻撃してきた。また、ブラッドリー知事が腐敗した内閣を運営していたとも、告発した。共和党はこれに対抗して、民主党は、派閥主義に陥っていることと、 政治マシームを使っていると告発することで答えた。特にゴーベルの選挙法については民衆の意思を持て遊んでいるとテイラーが主張することで批判した。元のアメリカ連合国支持者は民主党にとって通常は安全な評伝だったが、ウィリアム・ゴーベルが1895年に元南軍の将軍ジョンサン・フォードを決闘で殺していたので多くがゴーベル支持から離れた。 一方で、黒人は、昔から共和党の安全な評伝だったが、テイラーは、鉄道施設での人種分離を定めた、客車分離法に強く反対しなかったために、黒人の多くと疎遠になっていた。ゴーベルは、少数政党候補者のために票を失う恐れがあった。不満を持った、民主党員の候補者であるジョン・ワイ・ブラウンが、その一人だったが、他にもポピュリスト党も候補者を立てたので、 ゴーベルの人民主義基盤から票を奪う可能性があった。ゴーベルは伝統的な民主党の基盤をまとめるためにポピュリストと民主党員にとって全国的な英雄であるウィリアム・ジェニングス・ブライアンを説得しその選挙運動を支援させた。ブライアンが州内巡回を終えるや否やブラッドリー知事がそのコースを逆にたどりテイラー支持を語り始めた。ブラッドリーはその動機を 自分の政権の業績を弁護するためだと主張したが、ジャーナリストのヘンリー・ワッターソンは、テイラーが当選した場合には、将来的にブラッドリーが、アメリカ合衆国上院議員の候補になった時に、テイラーが支持すると約束したと考えていた。支持選挙でテイラーは2383票差でゴーベルを抑えた。民主党が支配する衆議会は、この選挙結果に対して、異議申し立てを行った。 ゴーベルの選挙法があったので、3人の委員で構成される選挙管理委員会が選挙の勝者を認証することになった。委員のうちの2人は公然とゴーベルのために選挙運動を行い、3人全員がその委員指名をゴーベルに寄っていたが、委員会の評決の結果は2対1という驚くべき結果でテイラーの当選を追認した。委員会の意見は、 ゴーベルの選挙法では選挙違反の証拠を調べたり、証言を聞いたりする権限を与えられていないというものだったが、その言葉遣いによれば、そうする権限が与えられるならば、テイラーへの票も無効化できることを示唆していた。テイラーは1899年12月12日に、先制7時に就任した。それから数日後に、衆議会がフランクフォートで召集された。 議会は論議のある選挙結果について判断する権限があると主張し、選挙結果を検査するための党派的委員会を結成したが、その構成は民主党員10人、共和党員1人だった。議会の民主党が選挙結果を盗むことを恐れ、武装した男たちが州内の様々な地域、主に東ケンタッキーからフランクフォートにやってきた。その多くが共和党員だった。 1>, 1月30日、集会議事堂に入ろうとしていたゴーベルが銃で撃たれた。その微妙な状況に、テイラーは緊急状態を宣言し、州兵を召集し、州都ではなく、共和党員の優勢なロンドンでの議会開催を要求した。民主党はその呼びかけを受け入れず、その代わりに民主党の優勢なルイビルで議会を開いた。そこでは、ゴーベルを選挙の当選者とするに、 十分な数のテーラー表を無効とする審査委員会の報告を認証した。その直後にゴーベルは州知事に就任したが、数日して先に受けた傷がもとで、ゴーベルは死んだ。この選挙で最も議論の対象になっていた人物であるゴーベルが死んだことで、民主党と共和党が合同で介して和平をもたらす提案書を起草した。その提案の条件に従い、 テイラーと、その副知事ジョン・マーシャルはその役職を降り、この選挙とゴーベル暗殺を取り巻く出来事から、卒追免除を認められた。ゴーベルの選挙法は撤廃され、州兵はフランクフォートで解散された。両陣営の著名指導者が合意書に署名したが、1900年2月10日、テイラーは署名しないと公表した。2月19日に議会が召集され、 選挙結果の判断を裁判所に委ねることに合意した。3月10日、ジェファーソン軍の巡回裁判所がゴーベルを州知事であるとした衆議会の行動を指示した。この事件はケンタッキー州の最終審であるケンタッキー州控訴裁判所に控訴された。4月6日、控訴裁判所は6対1の評決でテイラーを合法的に辞職させた。テイラーは アメリカ合衆国最高裁判所に訴え、5月21日、最高裁判所はこの事件について、審問を却下した。ケンタッキー州出身のハンジジョン・マーシャル・ハーランが、この却下に異議を唱えた。テイラーの法的選択肢がなくなったことで、ゴーベルの副知事、JCW ・ベッカムが、州知事に昇格した。テイラーはその短い州知事であった期間に、幾人か役人を指名し、 いくつか御社を発行したこと以外ほとんど何もできなかった。テイラーはゴーベル暗殺に関して重犯を問われた。テイラーはインディアナポリスに逃亡し、インディアナ州知事がテイラーの引き渡しを拒んだ。1901年に一度テイラーを力で拉致する試みがあったが失敗した。1909年に共和党知事オーガスタ・スイー・ウィルソンから御社を出されたが、 その後もケンタッキー州に戻ることはほとんどなかった。テイラーは選挙に関する訴訟費用で資材を使い果たしており、インディアナポリスでは保険会社の役員となり、法律実務を行って生活した。インディアナ州に来た直後に妻が死んでいた。1912年に短期間ケンタッキー州に戻り、ノラエマヤーズと再婚した。夫妻はインディアナポリスに戻り、 一人の息子を設けた。テイラーは1928年8月2日にインディアナポリスで心臓病で死去した。同志のクラウンヒル墓地に埋葬された。ありがとうございます。